こんにちは。今日はちょっと遅ればせながら BBM の2023ファースト受けたいと思います。で、なんと今回は木澤くんが入ってるっていうことで、もう狙いはそこ一択ですよね。はい。で、なんかいつもより分厚くないですか？なんか明らかに分厚い気がする。まあ値段も上がったんだっけか、8000円。ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、なんか裏目にこういうのって今までそもそもあったっけっていうのも正直なところですし、まあ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 、とりあえず目標はレギュラーの木澤くん、それだけは絶対に引いていきたいと思ってます。で、あわよくばクロスムーン引けたらいいななんて思ってます。リストということで、ヤクルト、あと木澤直文で、あとスペシャルイーサー後にヤクルト、村クルト、スワローズ、なんか乗ってなさそうなので、レギュラーとあとはそのなんだっけ、直筆かにいるのかなと思います。今回は紫と緑ですね。じゃあ開けていきましょう。明らかに分厚いもん。緑ですね。西純也選手、弟の方かな。はい。バッティングのいいプロスピーユーザーってイメージです。柳選手って51なんだ。お、柳選手。横浜高校。明治。去年防御率 2.20 の奪三振168ですからね。これめっちゃ好き、この写真。はい、ムーチョ。90年、もう33歳か。2割6分3厘。ベストナイン3回、ゴールデングラブ3回。あ、あれなんだ。成績が長すぎると書くことないんだ。フューチャースターダム、陸、菊池。綺麗ですね。へえ、めっちゃ綺麗。こんな感じです。はい。牧原選手、追加招集の日本代表選手。ジョーカーの異名で藤本監督の信頼も厚い。あれですね、書くスペースなくてもちゃんと書いてはくれるんだ、優しい。阿部選手、オールドルーキーじゃん。92年だから30歳か。いやー、昨年の日本シリーズで見てびっくりしましたね。今川選手前回確かシークレット引いてんだよな。小深田選手、プロスピでめちゃくちゃ引くんですよね、小深田選手。そして安達選手。はい、ということはレギュラーがけうまいで、なんか光ってるレギュラー。あ、今気づいた。セリーグとパリーグでこの BBM2023 の文字の色違うんだ。なるほどね。緑と紫でセパ分けてると。
そういうのもあるんですね。はい。なんか中日正面写真多いね。ビシエド、坂本の、これはクロスムーン。88年、35歳。いい年齢になったね、いつの間にか。はい、新井監督、この帽子可愛くない？写真も可愛いけど、すごいな。はい、石田選手、船バーサーマ選手。あールーキーのやつ開けてんだから分かれよって話なんだけど、読めねえもん、読めねえよ。お、これいいね、加藤豪介。いやー、期待してたけどね、速攻怪我しちゃったんだっけか。94年、28歳ぐらいか。楽しみ。長岡選手のキラ2割4分、1円。肘の怪我があって言ってたけど、今年普通に出てたんで大丈夫なのかね。ライオンズ、ジェックリスト、源田との先、いいね。源田の怪我が気になるけど。はい、 C 選手、そして佐々木朗希、クロスムーン。まあもう何も言うことはないでしょ、佐々木選手は。マット・デー・ダビッド・ダビッドソン、デイビッドソンか。どこまでが、これ全部メジャーの成績なのかな。どうしたら、17年とか26本塁打打ってるし、そんなに年もいってない。ほん、全然知らなかった。なんか髪型もハンサム、いいね。よいしょ、湯浅選手、佐野選手、なんでつば九郎と思ったら、チェックリストか。ヤクルトのチェックリスト、ケラ、ウルトラシークレット、ケイジーで、シークレット村上じゃないんだ。木澤は本当にあれだけだね、レギュラーだけだね。青山湊選手、おお、古川雄大選手、ライオンズですね。のこれはピン、これはピンク箔75シリーズですね。よいしょ。で、田中春也選手。はい。パンセ。ノーヒットノーランした選手だよね。うん、ノーヒットノーラン。この写真が最高だよね。パンセ。もうダブり始めた。阿部選手。石川俊太選手、清水達也選手、大勢、お、カツオ、成績が長すぎて入りきらない。日本球界最年長なんだっけ、忘れちゃったな。まあ今年は秋田商業の後輩成田くん入ってきたんでね、頑張ってほしい。余計岡本和真、長谷部銀次、ルキー、大野和夫、全然知らない、ルキー、ルキーか。そう、これ見て思い出した、松井和夫の和夫じゃんって言ったのは覚えてる。それしか覚えてない。伊藤選手、いやもう投げっぷり最高ですよね、 WBC とか見てて。フランコ選手、開幕戦めっちゃ良かったのはね、見た。それ以外は見てない。なんかファースト守ったり DH 行ったりしてるイメージだっけ。
小澤選手、クレバヤシ、あ、去年も一昨年も130試合出てんだね。2割2分。守備はどうなの？守備については書いてない。もうちょっとでね。奥川の背番号11を引き継いだ男、15年には161キロにカーブ、まあクローザー候補なのかね。2軍では結構しっかり投げてたような気がする。うん、坂本、清水、かなと、ルーキーよ、あ違う、友杉か、背番号10、いい番号もらってんな、モスリー選手。ああ、絵に見えた。リュークエンス、西口選手、これ開幕戦かなんか見たけどめちゃくちゃいいピッチングしてたね。吉野、山口選手、楠本選手、代打だっけ、忘れたけどめちゃくちゃ成績残してるよね今のところ。で、ね、ね、NE、 これ U だよね、 U だけどノイジーって読むの、わかんないな。なんかプロスピで低弾道の助っ人外国人っていうよくわかんない、ね、能力査定されてたのは知ってる。チックリスト、中日、中日は岡林、周平ね。はい。と、戸井選手。な、奈良間選手。なんか、かわいいね。お、WBC で大活躍。高橋宏斗の銀箔サイズ。いい写真。田村翔、平、先発、八山翔子なんだ。今年は先発だよね。あの全然見てないけど、なんか抑え、なんか勝ってたんだか抑えてたのちょっとだけ見た気がする。西川、意外と若いんだよね西川って。あと31歳、智弁和歌山なんだ。引っかかってるんで、とりあえず一泊。オーセラ、エースクローブ、男は黙って投げるだけ、すごいよね。登板数あった53、74、56、61、日ハムにいたらこんなに投げなかったのかもしれないけど、こんなに長い期間いなかったかもしれないとかいろいろ考えるとね。グリフィン、ハンサムだね。うん、ロイヤルズの一巡目指名、へえ、そうじゃん。久しぶりになんか見た気がする、ウィルソンのグローブな、中地、ドラ1か、庄司康生、プロスピでめっちゃ出てきた。お、浅野翔吾、ドライチ、はい、西川龍馬、こんな髪型してたんだ。金髪なんだ。荻野選手、山岡選手、お、ポランコ、巨人からのポランコだよね。うん、こんなヒゲ長かったっけって思ったけど、そっか、巨人だったから。周平、ケーラー、
去年の初戦だけね、あの、あれ違う人でした、ごめんなさい。さよなら。松本龍エスピナルもレギュラーになってんだ。メジャー経験は3試合だが、マイナーでは通算189試合、40勝34敗17セーブ、防御率 3.75、 先発もリリーフもいける。そう、トミージョン受けてんだよね。うん、楽しみですね。なんか去年の AJ コールみたいなビジュアル。カワーの K、 これは村松選手の300シリの銀髪、なんか前田智則みたいな顔つきしてるね。ドラニカ今永選手、島内選手、なんかシークレットっぽくない？雰囲気ね。実際は分かんない。吉田選手、銀次郎、身体とか上手い人、本当すごい。比較してみるとマジで分かんない。もう慣れるのかね。誰か直感だよね。浜口選手、お、ヒロト、オコエルイ、うん、もう不動の一番として頑張ってるじゃないですか。ただ遠目に見た時に最初ね、大変申し訳ないけどタフィーローズかと思った。そしてこのバッティンググローブ、なのかね、かっこいいな。ミトンみたいだけど。ここイツボ選手、山田ハルト選手、なんか似たような名前の選手見たなと思ったけど、気のせい。戸郷選手、増田選手、三森選手、楽天イーグルスは松井裕樹と小深田。じゃあさっきの島内は関係ないわな。玉井選手、中野選手かっこいいな。番長も監督19年からだから3年目ぐらい、違う、今年3年目か。番長、栗選手、浅野選手、すごいよね、171センチなのに太ももが確かなんか60、太もも周りが63センチぐらいあったんだっけかな。半端ねえよな、グラビアアイドルのウエストより太い。意味わかんねえ。伊藤選手、今井選手の銀箔祭、はい、野田選手、ポランコ、お、ガンケル。いやもうヤクルト戦でねめちゃくちゃ強かったからね、パリーグ行ってくれたのは本当にありがたい。阿部選手、なんか楽天行ってなんかレギュラーでも出てないしポジションも固定されてないしよくわかんない扱い。石井監督がねそういう判断してるからね、こっちはねとにかく言うあれもないんだけど。ブリンソン、またドレッド、巨人最近多いねドレッド。今永選手、なんかねカードがね盛り上がっててねすげえ持ち。坂倉選手、山浅選手、お、これか、盛り上がって。平龍也選手の緑白ルーキーだから50シリですね。はい、岡本選手、なんかヤクルトマジで来ねえな。浅村選手、木澤、柳町選手、二木選手、宮城選手、高橋ヒロト、ロペス、なんか巨人ロペス多くない？なんかよく撮ってるイメージ。
あんまり防御率良くないけど、最速160キロか。びっくりした。右のチャップマンって書いてあるから、170キロぐらい投げるのかと思った。びっくりした。デッツァン。ね、開幕当初ね、盗塁もバシバシ決めてね、調子いいのかなって思ったら、案の定下半身不良ということで、今1軍にやっと合流はしたけど、登録はされてないのかな。まあ、30過ぎてきてね、いろいろあると思うけど、頼みます。そして期待の星、吉村選手。うん、エース級が背負ってきた21番。まあ試合は作ってくれてるんで、何も文句はないけど、勝ち運がね、勝ち運がないんじゃない。今年のヤクルトね、打てないからね。まあちょっと、しょぼくれずに頑張ってほしい。びっくりした。一緒かと思った。湯浅選手、総一郎。なんか WBC に最後呼ばれて行ったけど、出番がなくて観光に行ったみたいなこと言われてたけどね、いてくれるだけでいいんですよ。坂部選手、伊藤博美、お早川去年も一昨年も 3.86 なんだね、防御率。頑張ってほしいな。高校時代から応援してるとね、やっぱね、違うよね、思いが。よいしょ。奥林選手。で、ビーズリー？正解。一生系統のピースとして新たに獲得した外国人投手。速球で押すスタイル。いやー、なんかもう、顔の貫禄が違うけど、まだ95年、27歳、8歳か。いい写真だ。新の助っ人ってなんかね、愛嬌あっていい。伊勢選手、林選手、お金箔サインの増田武久選手、100シリですね。はい、矢沢選手さ、絶対さ、あれだよね、二刀流だからシークレットとかでピッチングの方もあるよね。わかんないけど。監督中川圭太で思い出したけど、中川颯どうなったの？育成契約したのかな。井上誠也、マッキンソン、なんかショートも持ってなかった。マキノンだった。一塁とサードって書いてあるけど、からショートはやってないのかな、気のせいかな。小畑選手、お、ドミンゴ・サンターナ、去年怪我がなきゃな、いけつなかったからな。まあちょっと下半身のコンディション不良はあるけど、頑張ってください。細川誠也、これは中日だね。茨城選手、宮内選手、お、加藤豪介、はい、平野選手、マリーンズのシークレットは松川と佐藤俊也、そして松川、多分これは違うな。松川、アスチュディエラ、なるほどね。いや厳しいね、読めないよさすがに。試合数が少ないから、ホームランバッターって感じでもないのかな。なんか見た目めっちゃ巨漢って感じだけど、だって72試合208打数で7本塁打でしょ。でもコンスタントで 2割5分ぐらいは打ってんだな。キャッチャーでも出てる、面白そうじゃん。いいね。岡本選手、もう3枚目だよ。お、京田選手。なんだこの写真、ルーキーの集合写真かな。阪神は湯浅と佐藤輝ね、はい。
サンタナ、斉藤優太、お、いいね、松井裕樹、甲斐、チャタニ、19年育成の20年契約だけどソフトバンクからなんだ。なんか今年首位打者独走してなかった？めっちゃ打ってるよね。宇佐美選手、吉田選手、おおお、すげえなこれ。ジャイアンツは松田と吉川、なんか吉川は毎年シークレットになってない。遠藤選手、アンバーキー、アンバキー、リリーフ野手か。オースティンの代役として期待される。ベイスターズの42番って活躍するときすっげえ活躍するイメージ。サイスニード安定感すごいですよね。なんかこの前5回3分の2って下ろされててすごい不服そうだったけど、まあ監督の判断だからね、わかんないね、こっちにはね。ソタニ選手、これはこれはシークレットですか。チェルシー、なんか今年打率も上げてきてね、本当に最高です、期待してます。プロスピのキャプテンでも一時期ずっと万波にしてた。ジョーダンなんだ。ジョーダンなのにアンダーカバー、不思議だね。よいしょ。中野選手、中村晃、楽天はさっき見たよな。松井裕樹、ここから、うん、見た。野村裕樹、いやーもうマジで野村万波、清宮もね、アーティストになったし、岩崎選手、丸、サード、2文字が続く、塩見、なんか2軍戦にちょこっと復帰してたような気がします。ちょっとっていうところまでね行ってるからね、マジでね頑張ってほしいね。2割8分30盗塁20ホームラン、うん、トリプル2ぐらいはいけそう。まあまずは復帰してきてもらうことだね、はい、ネイト・ホウ、なんか2軍で活躍してなかった？いやーもうなんか打つよっていうビジュアルしてるからね。おっとっとっと、ラオウ、なんかねラオウとねイメージ似てるんだよね。あ、でも10センチ違う、でも体重一緒、よくわかんない。東浜、山川、お、伊藤マーシー、10勝7敗9勝5敗、いいピッチャーだよ。本当にもう高校時代から。カープ、西川、野間。さすがに西川のあれではないだろう。お、アキーノ。監督のお気に入りですね。楽しみですね。吉田健吾。中地レイヤ、うん、斉藤優太、お、吉井さん、なんか監督のイメージないな、まだ。吉井といったら投手コーチ、ない投手コーチとかのイメージ、すげえ選手。お、噂をすれば清宮、そして若月、清宮が先発に、私違う、栗林、大野、やっぱ中日の写真いいな、正面、周平、門脇誠、杉沢龍、吉野照之、ちょっと終わっちゃう。
ルセデス、これも巨人さん、巨人さんって言い方あれだけど、巨人のメルセデスだよね。ロッテ似合うね。やっぱひげ生やすと雰囲気変わるよね。さりげなく両打ちなんだ。加藤だからモイネロ、殿崎、めくるのが怖くなってきたよ。マジレギュラー絶対出ないんだけど。原辰徳、島田、入江、はいはい出ないぞ。門別、ケイト、古川、雄大、銀箔サインとかそういう場合じゃない、ね、これ夢に見えるように栗林って書いてる、かっこいいな。栗林、ギータ若月、これ多分ね、あと2枚ある。若月、松川お願い、木澤、銀次マジでね、ほんとね、出ないよね、木澤。そっか、いやしょうがない。今回一箱しか買ってないんで、なんか機会があれば買いますけど、今のところ予定はないです。そっか、誰か悪いとかじゃないけど、木澤欲しかった。金箔、栗林、今井、ヒロトで、インサートのフューチャースターダムが中地レイヤ、浅野翔吾、菊池陸、そして金箔サイン、増田、百尻と平龍也の75尻違う50尻と村松海斗の前田智則バージョンと、古川雄大のピンク箔。ということはインサートはルーキー4人ってことだね。ってことはインサートっていうかシリアルがか。ということでした。ヤクルトのレギュラーはこうなると村上出てないでしょ。なかなか一面に取り扱ってもらえない鳥ですが、結構出てないよね。高津、石山、清水、木澤、小川、田口、ケージ、ピーターズ、相馬、オスナ、村上、青木、幸太郎、西村、沢井、坂本、北村、クロスムーン一枚も出てないでしょ。でインサートなんてもちろん出てない。結構出なかったね。なかなか厳しい結果でした。まあしょうがない、一箱しか買ってないし、やっぱカートン買いとかしないとなかなか厳しいんですからね。まあただ個人的には中日のね、中日の写真とね、あとね、あ、チェックリスト見ればいいんじゃん。万波、万波、万波抽選、万波抽選、やっぱねシークレットですね。なんでおそらくシークレットなんじゃないかな。これシークレットだよとか教えてくれるコメントでぜひ教えてください。私は勝手にこれがもうシークレットだと思ってますし、柳のこの写真がシークレットでも満足です。ちなみに中日見たらさっき周平とお会いしたもんね。違うね。ということで今回の一番のあたりはおそらく万波のシークレットです。というわけで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。長々と高評価チャンネル登録してもらえると嬉しいです。バイバイ。